ジャパンメンサの会員証メンサは人口上位2%の知能指数を有するものの交流を主たる目的とした非営利団体である。公範旧団体としては最も長い歴史を持つ。会員数は全世界で約12万人。支部は世界40カ国。イギリスリンカンシャーにある、K、ソープに本部を持つ。メンサという言葉はラテン語でテーブルを意味し、 組織の円卓会議的な性質、つまり対等な人々の集まりであることを示すために選ばれた。公式のロゴはテーブルと頭文字である M、地球でデザインされている。イギリス人科学者で弁護士でもあるランスウェアとオーストラリア人弁護士のローランド・ベリルによって1946年10月1日にイギリスのオックスフォードで設立された。当初は 高 IQ クラブという名称で、目的も、高すぎる IQ のために男性が近づいてこない、ランスウェアの妹のため作られた、合コンパーティーのようなものであった。メンサの組織は、各国のナショナル、メンサと、ナショナルメンサが存在しない国を統括する、メンサインターナショナルからなる。各国のナショナルメンサの代表者とメンサ、インターナショナルの役員とから構成される。 国際評議会において様々な方針を決定している。また資金管理団体として、メンサインターナショナルリミテッドが存在する。メンサには以下の3つの目的がある。知性才能を認知・育成し、人類の向上に役立てること。知性の原理、性質、そしてその適応などを研究することを激励すること。メンバーのための知的。 かつ社会的活動を促進させること。一般会員向けのインターナショナルジャーナルや幹部会員向けのメンサワールド、非会員向けのメンサリサーチジャーナルなどの発行が行われている。各国の支部の下には地方支部や支部と呼ばれる様々なテーマを持つグループが存在し、会合やニュースレターの発行などを行っている。 成績優秀な学生のための小学制度、学校に適応できない児童の支援、会員向けの旅行案内、金融機関と提携した、クレジットカードの発行、レンタカーやホテルの割引、パズルや書籍の販売、就職の圧戦などの活動を行っている支部も存在する。メンさんに入会するためには、人口上位2%に属する知能指数を有する。 ことを証明しなければならない。人口上位2%に属する知能指数を有することを唯一の入会資格とする。各国基準が違い、それぞれの国の上位2%である。試験問題もアメリカの面差と日本の面差では違う。不倫エフェクトを考慮せず、違う年齢の人間を同じ基準で比較する。 つまり20歳でも50歳でも、ある一定以上のスコアを出せば入会可能である。不倫効果とは、長期にわたる IQ の上昇傾向のことを言う。例えば、アメリカでは30年の間に、IQ の平均が、約10位上昇している。また2回目に面サの入会試験を受けた者は、1回目より、スコアが上昇するというデータがある。 つまりあらかじめ似たような問題で対策をしておけば何もしなかった時よりは高いスコアを期待できる。入会資格を得る方法として最も一般的なものは面サの実施する入会テストに合格することである。なお、受験回数には制限が設けられており1年の期間を空けて生涯に3度までしか受けられない。また、医療機関などが発行する。 証明書を提出することによって入会できるところもある。日本は、メンサによる入会試験と申請前1年以内に受けたワイス、3ワイス、4ウィスク、3ウィスク4の検査証明書による入会を対象としている。アメリカの場合は、大学の統一試験や SAT、ロースクールの統一試験の LSAT など200ある、テストのいずれかのスコアで入会可能である。 入会テストは有料で15歳未満のものは受けることができず、テスト結果は知能指数の証明書として発行されるが、ジャパン面ンサのように支部によっては入会の可否だけで IQ 数値等は通知されないこともある。テストに合格しても会員となるわけではなく、入会する場合は年会費を支払う必要がある。 ジャパンメンサのように支部によっては入会しなければ合格、そのものが取り消されることもある。会員種別としては、支部に属するナショナルメンバーと支部が存在しない国では、メンサインターナショナルに属するダイレクト、インターナショナルメンバーの2種類がある。ナショナルメンバーに対してはナショナルメンサが会員証を発行しており、ダイレクト、インターナショナルメンバーに対しては、 メンサインターナショナルが会員証を発行している。両方の会員権を同時に持つことはできない。ナショナルメンサが存在する国の国籍を有しかつその国に居住する会員はその国のナショナルメンバーとなる。ナショナルメンサが存在する国の国籍を有しかつナショナルメンサが存在する他国に居住する会員は国籍を有する。 国のナショナルメンサのナショナルメンバーとなるかまたは居住する国のナショナルメンサのナショナルメンバーとなるか選択権が与えられるナショナルメンサが存在する国の国籍を有しかつナショナルメンサが存在しない他国に居住する会員は国籍を有する国のナショナルメンサのナショナルメンバーとなるかまたはダイレクトインターナショナルメンバーとなるか選択権が与えられる ナショナルメンサが存在しない国の国籍を有しかつ、ナショナルメンサが存在する他国に居住する会員は、ダイレクト、インターナショナルメンバーとなるかまたは居住する、国のナショナルメンサのナショナルメンバーとなるか選択権が与えられ、その他の場合は、ダイレクト、インターナショナルメンバーとなる。国際評議会の承認が下りれば、 当該国のナショナルメンバーになることを希望しない、メンバーが他国、または、ダイレクト、インターナショナルメンバーの会員資格を取得し得る。ありがとうございます。